そこにパレイの衛兵がいるぞ。ディシアの追跡スキルのおかげで無事に見つけられたぜ。ち、気づかれるだろ。港はファルイの衛兵だらけだな。もうちょっと近づいてみようぜ。ああ、こういう送別の儀式こそ我々スネージネアの執行官にはふさわしいよな。あの方はもう離れてしまうのか。ああ、あまりお見かけする機会も。前に俺がスネージネアで就任した時は、博士、今とちょっと話し方が違ってたな。きっとスメールでの習慣があの方を変えたんだろう。里に駐在するっていうのもこういうことさ。スネージネアに戻られても生活に慣れるまで少し時間がかかるかもしれんな。え、長官、何かの間違いでは。いやいや、俺の記憶力はいいんだぞ。本当に違ったんだ。姿も口調も少しだな。あと理由はわからないが、なんだか、顔色がツヤツヤして輝いて見えるような。気のせいでしょう。公務で外出してるのに顔色がツヤツヤするはずないじゃない。博士はあっちの船にいる。嘘はついてなかったらしいな。確かにスメールを離れるみたい。ここでよし。船の状況ははっきり見えるし、ここならまずバレないだろう。私たちに挨拶してるのか。さようならと言わなくては。待て、船にはあいつ一人だけか。あれ、他の奴らはついていかなかったのか。さっきまでいた港の衛兵たちはどこに行った。数分前まではまだここにいたはずだけど、今は急にいなくなったみたいだぞ。まさか囲まれた。まさか。幸い出発までにはまだ少し時間が残っている。全てを片付ける余裕ができた。まずい、ハイパシアが危険だ。早くパルディスディアイに戻ろう。え、どういうことだ。彼女は見てはいけないものを見てしまったようだ。私がファルイならきっと彼女をどうにか連れていくね。だが、もしダメなら。あ、排除するってことか。早く行くぞ、